ポーレは、ドイツ連邦共和国にいたザクセン州、シャウムブルク軍のザムトゲマインでローデンベルクを構成する町村の一つである。この町は、ハーメルンとハノーファーとの間、ダイスターイコール・ジュンテル共和国及びベーザーベルクランと、シャウムブルク・ハーメルンに位置する。この集落に関する最初の文献上の記録は850年で、ある。ポーレには礼拝堂があり、これをめぐって、 アーペレルンとラウェナウの聖職者が争った。この町の議会は旧議席からなる。この町の町長は2010年11月15日からイエルクビルヘルム・フーペが務めている。体操クラブ MTV ゲルマニア・ポーレは1910年に創設された。1922年 MTV 内に音楽隊が結成された。1928年にシャルマイは ブラスアンサンブルにとって変えられた。この体操クラブのほかポーレには射撃クラブ、消防団、男性合唱団がある。ラントユーゲンとポーレは毎年伝統的な収穫祭を開催している。最寄りのアウトバーンのインターチェンジは、A2 号線、ハノーファードルトムント間のラウエナウインターチェンジで、約3キロメートルの距離にある。街の北を、バートミュンダーから、ブンストルフに至る。 連邦道 B442 号線が走っている。ありがとうございます。